皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。人生をよく生きるの大輔です。今回はいつもと違った雰囲気でお届けいたします。何かというと、前回2022年1月の16日日曜日20時に配信いたしました在宅血液透析における自己選手と通院血液透析における他者選手、どっちがマシ、こちらの動画の自己反省動画、自省動画になります。したがって内容は視聴者様に向けてというよりは自分自身に向けて自戒の念を込めたものとなりますこと、最初にお詫び申し上げます。さて、問題の動画、どういった内容だったかと言いますと、在宅血液透析導入から9年目、2022年1月現在で9年目の一在宅血液透析患者である私が、在宅血液透析ではマストである自己選手、一部例がありますけれども、マストである自己選手と、通院血液透析では通常である他者選手、どっちがマシか、これを独断と偏見で論を進めるという内容でした。で、結論として、私は自己選手に軍配を上げるとし、動画を締めました。通院血液透析生活の経験はありませんけれども、他者、つまり医療者に選手をしてもらったことはもちろんあります。その上で、在宅血液透析導入から9年目を迎えた実体験として、自分でやはり刺した方がマシだというふうに本気でそう思っているんですね。その事実は変わらないと。事実としてそうなんだから、そのことについて他人からね、他者から、いやそれは違うよと言われる筋合いのものではないので、こたびの動画も、いつも通り、1、医に関して素人の一方通行の講義の医療情報発信となることに何の疑いもなかったんですね。ところが、配信後にある視聴者様から、いや私は軍配は通院血液透析、他者選手に軍配を上げますというふうなコメントをいただいたんですね。そこには今の通院血液透析環境がいかに優れているかという点も述べられていて、通院血液透析生活を経験していない私には非常に貴重な情報提供でありました。ありがとうございました。ただ私の心は全く想定していなかったコメントにかなり動揺しました。動揺しまして、そして思いました。やっちまったなと思いました。情報発信者としては、己の言霊で視聴者様を誰一人として傷つけることがあってはならないと。100% は不可能にしても、そこに限りなく近づける努力は必要だと思ってます。以前のこちらのブログで、非医療者である私が講義の医療情報を発信する上で心がけていること、厳守していることというのを述べさせていただきました。ただの一患者というだけで、医に関して素人である私が講義とはいえね、医療情報を発信するなど本来不可侵な行為だと私は思ってはいるんですが、それでも、ちょっと言ってることは矛盾はするんですけれども、それでも一患者だからこそ伝えられることがある、このことを信じて現在の発信活動は行っているんですね。ことは人の命に関わる領域ですから、注意してもしすぎるということはありません。そこで、こたびの情報発信 VTube 動画で、私が想定していない視聴者様とのギャップがなぜ生じてしまったのか、そもそもそのことを想定できなかったのか、今後も現在の情報発信活動を継続するつもりなら、継続するつもりなんですけれども、継続するつもりなら、視聴者様にね、ご不快な思いをさせてしまったというこたびの事案を無駄にせず、反省すべきところは反省しようと
ということで、今回の自制動画を配信することになりました。もしよければ最後までお付き合いいただければ幸いです。反省すべきところは反省する。こたびの VTube 動画で何が問題だったのか、私が考える問題点一つ目は、選定テーマは適切だったのかということです。在宅血液透析における自己選手と通院血液透析における他者選手、どっちがマシかというこのテーマ選定そのものが不適切だったんではないかと私は考えております。まあ、その理由の一つとして、当該動画の冒頭約3分41秒あたりですかね、私自身も申し上げているんですよ。自己選手と他者選手、どっちがマシかなどというテーマは、ほとんどの通院血液透析患者様にとってはどうでもいい話と私申し上げているんですね。ただもちろん今回の配信動画の私が考えていた想定していたターゲット層というのは、在宅血液透析導入検討してらっしゃる CKD 患者様ではあったんですね。そんな皆様の一助にはなれるかなということの判断で今回のテーマを選定いたしました。しかしながら現実問題として、在宅血液透析を現在導入している患者様というのは全透析患者のたった 0.2% なんですね。まあ、再々ご紹介しておりますけれども、一般社団法人日本透析医学会のデータによりますと、2019年末透析患者総数というのは34万4640人、うち在宅血液透析患者数というのは760人なんですね。在宅血液透析に関心のある患者様というのは相当数いらっしゃるかと思いますけれども、それでも末期腎不全となったら通院で血液透析とお考えになられる方の方が圧倒的多数であることは想像に難くないですね。現在の全透析患者のほとんどを通院血液透析患者様が占めるという事実もさらに加えれば、私のチャンネルがね、ご視聴者数が非常に少ない僅少なメディアであるとはいえね、それでもご視聴をしてくださる方々というのは通院血液透析患者様となるのが必然であって、その点想定できていれば動画内で通院血液透析患者様へのご配慮というのを一番に考えるべきで、その意識が大いに欠けていたことは認めざるを得ないということであります。問題点の2つ目は、自己選手か他者選手か、この命題そのものがナンセンスだったんではないかということです。まあ、この点、先にご紹介した問題点の1から関連する内容ではありますけれども、自己選手か他者選手か、これを択一すること自体が全くもってナンセンスだったと私は考えております。在宅血液透析か通院血液透析か、この比較というのは、まあ、医に関して素人でもありますけれども、一在宅血液透析患者の一人として一方通行ではありますけれども、論を展開するのはある程度私に許容されているかとは思ってはいるんですが、ってながら、しかしながら自己選手が論じられる場合というのは、在宅血液透析を導入、まあ、選択するには自己選手やむなしですよという話であって、自己選手か他者選手かなどと比較検証する材料では本来はないですよね。在宅血液透析か通院血液透析か、そこの議論の延長で避けられない問題が、患者が自己選手可能かどうかという話であって、在宅血液透析導入検討していない
通院血液透析患者様にとってご自身全く経験のない自己選手と、まあ、いつもやられている他者選手とどっちがマシなどと声高に言われてもね、どうでもいい話ですよね。さらにご自分とは透析環境の異なる在宅で血液透析をしているやつが、つまり自己選手をしているやつが自己選手に軍配を上げますと言われたところで、はあ、うん、だから何って話じゃないですか。これが自己選手か他者選手か択一すること自体が全くもってナンセンスだったなと私が考える理由です。とは言いましたけれども、ちょっとここで補足をさせてください。ちょっと言い訳ではないですけど、ちょっと補足ですね。先ほど自己選手か他者選手かなどと比較検証する材料では本来ではない。本来ではないとあえて正し書きをしたのには理由がありまして、それは以前ですね、 SNS で通院血液透析で自己選手を行っている患者様がいらっしゃったような気がしてるんです。完璧な裏が取れていないのでここで断言はできないんですけれども、その可能性を含めたためです。もしそのような患者様がいらっしゃったら、私などよりね、自己選手と他者選手どっちがマシなんだということに関する興味深い、非常に興味深い見解をお持ちかもしれませんね。はい。ちょっと補足させていただきました。問題点の3つ目は、医に関して素人であり、たかだか一患者である私の思い上がりがあったんではないかということです。在宅血液透析9年目、2022年1月の現在ですね。過去のわずかながらの他者選手の経験をも加味しながら、それでも自己選手に軍配を上げるということの思いが内心に留まっている。つまり自分の心の内に留まっている分には構わないと思うんですよ。通院血液透析生活を経験しないで在宅血液透析を導入したという限られた自分自身の経験、限られた側面しか持ち得ないやつが自己選手に軍配を上げるということを内心で自分の心の内で思うのは勝手ですよね。ただそれが内心から飛び出して言霊として発信されてしまったら、それを見聞きした視聴者様が、いや、私は通院に軍配を上げるなというふうな思いをすることは必然ですね。だからそんなことも想定できなかったのかと自分自身に辟易するわけですよ。まあ、そもそもただの一患者で医の素人の分際で、講義の医療における複数要素を比較検証するなどね、思い上がりにも程がありますよ。はい。今回の自己反省動画、自省動画のまとめをさせていただくと、私自身は視聴者様と双方向の関係を想定した講義の医療情報というのは発信すべきではない。言い換えると、あくまで一方通行に経験談を述べるだけというルールの上で、私は講義の医療情報発信活動をしております。なぜなら私はただの一患者、医に関して素人だからですね。まあ、何もそんなに固くなな姿勢じゃなくてもとお感じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、先にご紹介したブログでも述べさせていただいているんですけれども、私としては、まあ、例えばブログの読者だったり YouTube の視聴者のニーズにマッチする情報を提供すべし、これ情報発信の一般論ですよね。で、この点においてこと発信者が一素人、まあ、意に関して一素人で、その彼らが講義の医療情報を扱う際には、
読者だったり視聴者のニーズにマッチするものを提供すべきではないというスタンスなんですよ。ちょっとこれは説明が必要なんですけど、なぜなら読者や視聴者のニーズを意識するということは、当然発信者はそれに応えようっていう心理が働くことでしょうね。ことは医療情報ですよ。医療のプロでもない患者だというだけの一素人が読者だったり視聴者のニーズに応えていいんですかねと思うわけです。ただこの点についてちょっとっていうか、かなり補足をしないといけないなと思っているので、ちょっとお話しすると、一方通行に発信した情報がそれを受信した視聴者様のニーズに結果的に応えた、これはもちろん良いことですよ。良いこと、まあ、良いも何もそれこそ私の現在の活動理念でもありますから、まあ、これをも否定したら私は何やってんだって話になっちゃうんで、まあ、ちょっと微妙ですけどね、細かい点ですけれども、このあたりは私は、慎重に考えております。さて、翻ってこたびの話に戻すと、一方通行と思って発信した情報に対して、結果として視聴者様から、いわゆる異論、反論、オブジェクションが出た時点で、一方通行の情報ではなかった。つまり私の固くなな理念に反したテーマを自ら選定してしまっていたということになると言えますね。言えると思ってるんです。一方通行であれ、やはり出た言霊というのは視聴者様に受信されますね。故に情報発信の向こう側がどう感じるかというのを思考の限り想定すべきです。そんなこともおざなりにして動画をアップしてしまったということで、非常に軽率でした。反省しております。在宅血液透析導入から8年強、まあ、9年目ですね。ほぼ毎日、週6回、自分で自分の腕に針を刺している。その上で、それでもなお私は自分で刺したい。つまり自己戦士に軍配を上げると思っているのは事実なんですよ。事実なんですが、そんな思いも、もしですよ、もし在宅でありながら医療機関と同程度の透析環境が整っていて、在宅でありながら都度ね、医療者が戦士をしてくれる、そんな夢のような状況にね、もしね、身を置いていたら、いや、それでも自己戦士に軍配を上げます。などとのたまうことは、まあ、ないかもしれませんよね。ただ、こんなのまさに夢物語ですよ。今のところね。夢物語。だから、なおさら、こたびの自己戦士と他者戦士、どっちがマシ、などというテーマは、まあ、どうでもいい話であって、全くナンセンスなテーマだったと考えるわけです。読者、視聴者のニーズに最初から応えようとすべきではない。補足すると、視聴者様のニーズに結果的に応えたとなるような発信活動をする。まあ、それでいて、情報発信の向こう側がどう感じるか、思考の限り想定すべきということ。非常に難しいタスクではありますけれども、まあ、繰り返しになりますが、ことは人の命に関わる領域ですから、注意してもしすぎるということはありません。医療情報を扱う者として、当然の責務を全うしつつ、一人でも多くの方々、特に CKD 患者様の一助になれるよう、これからも日々精進してまいります。今回は、自制動画という、いつもとは違う雰囲気でお送りいたしましたけれども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ということで本日は以上になります。人生をよく生きるはブログを柱に Twitter、YouTube、Podcast、Instagram、 そしてスタンド FM 等を通じて在宅血液透析並びに人食に関する患者目線での情報を発信しております。また Kindle 本、
在宅血液透析患者のリアル、導入から8年、透析回数2000回までの奇跡、Amazon ストアにて350円で販売、Kindle Unlimited ご契約の方は無料で購読できますので、そちらもご覧いただければ幸いです。それではまたお会いいたしましょう。ご清聴ありがとうございました。